ジョエル・アルバート・ピネイロは、プエルトリコのリオ・ピエドラス出身のプロ野球選手。右投げ右打ち、ピニエイロと表記されることもある。1997年に、ドラフト12巡目で、シアトル・マリナーズから指名を受け、プロ入り。2000年に、同球団で、メジャーデビューを果たした。2002年頃から本格的に先発ローテーションに、定着し、14勝を挙げる活躍を見せた。 2003年は自己ベストの16勝を記録し、さらなる進化を遂げた。ちなみに、この年のマリナーズは先発ローテーションを5人で回した。これは1966年のロサンゼルスドジャース以来37年ぶりの記録だった。しかし、その後は成績が急落。2006年は先発ローテーションを外され、リリーフ降格という屈辱も味わっている。 2003年シーズン終了後に FA となり先発投手に転向する予定のジョナサン・パペルボンに代わるクローザー候補としてボストン・レッドソックスに移籍。2007年のスプリングキャンプ時点ではフリアン・タバレスやマイク・ティム・リンラと共にクローザー候補であった。しかし昨シーズン終了時点で185登板で148先発とキャリアの大半を 先発投手として過ごしてきたピネーロが、クローザーとしての適性を備えているのかどうか疑問視する人も少なくはなかった。その予想通り、ピネーロも含めて他のクローザー候補も結果を残せず、パベルボンがクローザーに復帰することとなった。シーズンが始まると、主に敗戦処理や中継ぎとして起用されたが制裁を書き、7月23日にディエフェとなった。 レッドソックスでの成績は、すべてリリーフでの31登板で、1勝1敗、防御率5.03であった。7月31日に、金銭トレードで、セントルイスカージナルスへ移籍。初のナリーグとなったカージナルスでは、エースのクリスカー・ペンターが右肘手術のために今季、絶望、サワンエースのマーク・マルダーも左肩のリハビリ中。 同じく今季途中に加入したマイク・マロースも DL 入りという状況であったため、主に先発として起用された。カージナル水石後初登板となった8月4日こそピリッとしなかったものの、9月4日までの6登板とも高騰し、計7登板で5勝を挙げ、復調を予感させた。マルダーとマロース復帰後もローテーションを守り抜き、今季から先発に転向したアダム・ウェインライトと、 ブレーデン・ルーパーと共にチームに大いに貢献した。結局シーズントータルで7勝5敗、防御率4.50と2年続けて低調な数字に終わった。同年オフの10月15日に2年総額1300万ドルでカージナルスと契約。2009年11月6日に FA となった。2010年1月21日に ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムと2年契約に合意。2011年10月30日に FA となった。2012年1月15日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだが、3月19日に放出され、4月11日にボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結んだ。2013年2月4日にオリオールズとマイナー契約で再契約。 7月30日に放出された。2014年4月1日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2015年5月9日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結ぶ。7月22日に解雇となる。2016年オフにはプエルトリコのウィンターリーグでプレーした。2017年2月8日に指名党主枠で第4回 WBC のプエルトリコ代表に選出された。 ありがとうございます。